問題1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます 一番。音楽教室の事務室で、女の社員と男の社員が話しています。男の社員は、この後まず何をしますかあの、ちょっと頼みたいことがあるんだけど。何でしょうか初級ギターのグループレッスンを受講している山田さんから電話があって、次のレッスンから曜日を日曜から土曜日のクラスに変更したいって。土曜も、 初級クラスは同じ木村先生が担当なんだけどね。じゃあ、まず希望するクラスが空いているか確認しましょうか。あ、それは大丈夫だった。ただ、テキストと先生が同じでも、クラスによって進む速さが違う場合もあるでしょ山田さんに次何をやるのかって聞かれて。はい。それで、先生に電話して確かめてもらえないかなで、それを山田さんに伝えてくれる今日私早退するので。わかりました。 山田さんへの連絡が済んだら受講生の名簿の修正もしといてもらえると助かるんだけど。はい。男の社員はこの後まず何をしますか 2>, 2番公園で職員が花壇を作るボランティアの人に話していますボランティアの人はまず何をしますか午後のボランティアの皆さんよろしくお願いします午前の方には雑草を抜いて花壇の整備をしていただきました午後は花の苗を植えていただきます 苗と苗は間隔を空けて植えていくので、今からこちらの職員が植える場所の目印をつけていきます。その間に皆さんには私と一緒にそちらの倉庫から花の苗を運んでいただきます。とりあえず花壇の前に置いていってください。その後、職員がつけた目印に合わせて苗を並べていきます。 ボランティアの人は、まず、何をしますか三番。女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生はいらなくなったものをどうしますか いよいよ卒業だね。国に帰るんで、家具とか電気製品、いらなくなるんだけど、どうしたらいいかな僕の場合は、アルバイト先の友達に譲るんだ。それはいいね。私のもまだ十分使えるから、捨てるのもったいなくて。この間、大学の掲示板で見たんだけど、先輩の家具を引き取って新入生にあげる活動をしているボランティア団体があるんだって。連絡すれば取りに来てくれるから、そこに寄付すれば、えー いいね。それか、リサイクルショップに売るっていうのもいいよね。ああ、だけど、電気製品の古いのは買い取ってくれないかも。そうなんだ。あ、インターネットでの販売はどう写真載せて、買いたい人と直接やり取りするやつ。お店まで持っていく必要がないから、楽でいいかなって思ったんだけど。ああ、それは避けた方がいいと思うよ。受け渡しとかお金のこととか、トラブルもあるって聞くし。 そっか。やっぱり、新入生に喜んでもらうのがいいんじゃない手間かかんないし。うん。じゃあ、そうしよう。女の留学生はいらなくなったものをどうしますか 4番大学で学生と先生がスピーチの原稿について話しています。学生はまず原稿のどこを直しますか先生、昨日スピーチの原稿を送らせていただいたんですが。ああ、はい、見ましたよ。いかがでしょうか全体の構成があまり良くないんじゃないかと思うんですが。うん、構成は悪くないと思いますよ。 わかりやすく書けていますし、ただ導入の部分、詳しく書いてあっていいんですが、全体の長さを考えるともう少し簡潔にした方がいいですね。あ、長いですか。真ん中の私の経験を書いた部分ももう少し短くした方がいいでしょうかうーん。具体的な経験が書いてある部分は大事なところなので、このままでいいと思いますよ。そうですか。 最後のまとめの部分はどうでしょうか自分の意見をまとめてあってよくかけてますよ。ここはもう少し長くてもいいような気がしますが、全体がこれ以上長くなると良くないので、とりあえずこのままにしましょう。はい、わかりました。じゃあすぐ直します。ありがとうございました。学生はまず、原稿のどこを直しますか 5番男の人と女の人がコンピューターを見ながら飛行機の席を選んでいます男の人はどの席を選ぶことにしますか男の人ですこの白いのが空いている席ってことですよねああ、そうだね窓側がゆっくりできるからいいんだけど並んで座れるところあるかなできれば打ち合わせもしたいし そうですね。一つが窓側で、しかも並べるところですと、一番後ろになりますね。でも、一番後ろって、座席が倒せないから苦しいんだよね。ああ、そうなんですか。じゃあ、あと、並んで座れるのは、この通路側のところですね。うん、仕方ないか。窓側だと、 ここに一つ空いてますね。うん。私は、その斜め前の席にしますよ。もしかしたら、私の隣の人が課長の席と変わってくれるかもしれないですから。そうだね。そうしたら並べるか。じゃあ、そうしよう。男の人は、どの席を選ぶことにしましたか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。一番。女の人と男の人が話しています。男の人がうちでトマトを育てているのはどうしてですか これ何トマトだよ。最近作り始めたんだ。へえ、美味しそうね。でも、どうして農薬とか心配だからそうだね。外で買う野菜はたくさん農薬がかかってるから、うちで作った方が安心だっていう人も多いよね。でもまあ、僕はあまり気にしてないんだけど。へえ、じゃあ、家計の節約 <laughs> <laughs> これくらいじゃ節約にならないよ。これは息子が何か野菜を作りたいって言ってやってるんだ。へー確か小学生だよね。すごいね。男の人がうちでトマトを育てているのはどうしてですか 2番大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうしてアルバイト先をレストランに変えたと言っていますか 高橋くん、今晩一緒にご飯食べに行かない悪い。夜はレストランでウェイターのバイトなんだ。あれ高橋くん、塾の講師やってるって言ってなかったうん。これから就職の準備で忙しくなるから、今月からバイト変えたんだ。塾は時給もいいし、楽しかったんだけどね。塾のシフト減らしてもらえばよかったんじゃない塾で一緒に働いてた友達にもそう言われたんだけど、 塾って決まった曜日と時間空けておかなきゃいけないでしょ面接が入ったり先輩と会ったりするからスケジュールが流動的でも対応できる方がいいと思って。今のバイト先は一週間ごとに予定を提出すればいいんだ。そっか。新しい仕事だと覚えることも多くて大変そうだね。まあ、これもいい経験だよ。 男の学生はどうしてアルバイト先をレストランに変えたと言っていますか3番大学の日本語のクラスで先生が留学生に話しています。 先生はレポートで何ができていない人が多かったと言っていますか この間書いてもらったレポートを返します。環境問題について自分の考察を書きましたね。引用した資料は皆さん信頼できるものを使って書けていました。ただ、考察が自分の考えなのか、資料にある文を引用したのかが曖昧なレポートが多く見られたので、次からはこの点に気をつけましょう。授業で注意した文体の統一については、 話し言葉が混ざることはなく書けていました。前回は決められた文字数を超える人がいましたが、今回は皆さん決められた文字数の中でうまくまとめられていました。先生はレポートで何ができていない人が多かったと言っていますか 4番フリーマーケットの会場で女の学生と男の学生が話しています。二人は明日新たに何をすることにしましたか フリーマーケット一日目、お疲れ様。服、予想以上に売れたね。うん。シャツとかズボンとか、服の種類、サイズ別に分けて見やすく並べたのが良かったんじゃないそうだね。明日はどうしようか。今日、隣の店が色ごとに分けてたのを見て、見た目綺麗だから、あんな並べ方するのもいいかなって思ったんだ。うーん。色の種類がそんなにあるわけじゃないし、そこまでしなくていいよ。 それより値段もう少し高い設定でも良かったかも。でも、お客さん喜んでくれてたよ。値札は買えなくていいんじゃないじゃあ、そのままでいいか。そういえば、値段が高いのから安いのまでごちゃごちゃに置いてたのは良くなかったかもしれないね。そうだね。サイズ別に分けて、それをさらに値段の順番で並べてみるお客さんにしたらその方がいいかな。じゃあ、

5番。ラジオでアナウンサーが店の紹介をしています。この店で売っている箱には何が入っていますか ええー、今朝は最近話題になっているお店に来ています。お店に入りますと、まるでカフェのような落ち着いた雰囲気です。店内にはプレゼント用の箱が並んでいます。お菓子が入っていそうな箱や宝石箱のようなものもあります。私もまさかこの箱に花が入っているとは思いませんでした。カフェのような店ですし、 箱にはコーヒーが入っていると思われる方も多いそうですこの店で売っている箱には何が入っていますか六番。 ラジオで女のアナウンサーと社長が話しています。社長は今どうやってストレスを解消していますか 田中社長経営者という立場はストレスが多いと伺いますがどうやってストレスを解消していらっしゃるんですかそうですね若い頃は仲間と一緒にサッカーをして一杯やって翌朝にはすっきりストレス解消していましたああサッカーですか最近は友人がランニングを始めて体にもいいし汗を流してストレス解消にもなるからって勧められたんですけどなかなかで 毎日1時間ほど歩くことにしてみたんです。そうですか。家内も一緒に始めたんですよ。体を動かしながらいろいろ話をするようになって、それが結構楽しくてね。大抵の嫌なことは忘れられるんです。今では家族と旅行に行った時も旅行先で楽しんでいます。社長は今、どうやってストレスを解消していますか ここで、ちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3。問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。 まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番。 学校の事務室で、事務の人と学生が話しています。あの、ジョンです。事務に来るようにという掲示を見てきました。あ、はい、ジョンさんですね。あの、何でしょうか。授業料は先日支払いましたけど、それとも、奨学金のことですかあ、奨学金はまだなんですけど。あ、はい。あの、ジョンさん。 金曜日の佐藤先生の授業を取っていますよね。はい。その、先生が、あさっての金曜日、急にご都合が悪くなり、日程を変更したいというご連絡があったんですが。あ、はい。あの、来週の金曜日に3時間続けて授業をなさりたいそうなんですが、大丈夫ですかあ、はい。金曜日は先生の授業だけですから。そうですか。 他の学生も問題ないそうですから、じゃあ、そういうことでお願いします。はい。事務の人の話の内容は何でしたか ?1。1> 担当教師の変更について。二、奨学金の結果について。三、 授業料の支払いについて。4。授業の日程の変更について。2>, 2番。女の人と男の人が映画を見た後で感想を話しています。いい映画だったね。うん、そうね。 よくなかったのいや、そういうわけじゃないんだけど。そう。なんか、いい映画見ると気持ちが暗くなることってないええー、そんなことないよ。あ、そう僕は自分の人生って何なんだろうとか考えちゃうんだよね。で、こう気分がね。うーん、そうなんだ。じゃあ、 良くない映画だったらどうそりゃ無駄な時間使ったなって暗くなっちゃうよ。なんだ。じゃあ良くも悪くもない映画見るしかないね。いや、そりゃやっぱり良い,い映画見たいよ。男の人はこの映画を見てどう感じましたか 1, ?1 映画が良かったので気分が沈んだ。 二、2> 2映画は良くなかったけれど、楽しかった。三、映画が良くなかったので、暗い気持ちになった。四、映画が良くも悪くもなかったので、楽しくない。三番。 テレビ番組でスポーツジムの指導員が話しています。スポーツジムなどで体を鍛えて筋肉をつけようという方からトレーニングをしても思うように筋肉がつかないという声を聞くことがあります。おそらくやり方が適切でないのでしょう。運動量が多ければいいというものではありません。どのトレーニングも基本的なやり方としては1セット10回、間に2分程度の休憩を挟みつつ、 二三セットやるのが効果的です。やりすぎは体に疲労が蓄積され逆効果です。また、一度トレーニングをしたら48時間ほど時間を置いて筋肉を休ませることも大切です。スポーツジムの指導員は何について話していますか ?1 トレーニングを続けることのメリット 2トレーニングの効果的な方法3一日のうちでトレーニングに適した時間4トレーニングを行う重要性 4番。ラジオでアナウンサーが作文コンクールについて話しています。桜新聞が毎年行っている小学生作文コンクールが今年も行われました。今年のテーマは家族です。多数の応募があり、その中から大好きなおじいさんとの交流を書いた小学5年生の小林健太さんの作文が最優秀賞に輝きました。 おじいさんと交わした会話や一緒に遊んだ時の様子が目に浮かぶように鮮やかに描かれ、おじいさんがどんな人なのかがよくわかると評価されました。作品は桜新聞のホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。アナウンサーはこの作文コンクールの何について話していますか 1, 1開催している目的 2, 2受賞者のコメント3最優秀賞に選ばれた作品4次回の応募方法 5番テレビで女のアナウンサーと動物学者がある鳥について話しています。本日は鳥の研究がご専門の伊藤先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。先生、ペットとして飼われている鳥の中には、こんにちはと言うと、こんにちはと返してくるような鳥がいますよね。ええ、それは話しているように聞こえるんですが、 話しているわけではないんですよ。そうなんですか。それらの鳥のメスは自分と似た声のオスとカップルになろうとするためオスはメスの声を真似して相手にアピールするんです。ああ。そしてカップルになった後もオスは関係を深めるためにさらに似た声で鳴くようになります。ペットの鳥の行動についてもこれと同じように考えられます。飼い主に 愛情を示しているのだと思います。動物学者はこの鳥の何について話していますか ?1 人の言葉を理解する能力 2, 2記憶力の良さ 3, 3飼い主との共通点 4人の言葉をまねする理由問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず 文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 一番金曜日締め切りのレポート間に合いそう ?1, 1やっぱり書くことになったよ 2, 2日本文学についてまとめたら3徹夜で頑張るしかないよ二番 ゼミの発表、うまくいかなかったからって、そんなに落ち込むことないよ。1。1> 落ち着いてるように見える 2>, ?2。ありがとう。気持ちを切り替えなきゃね。3。不満言われても困るよ。 3番。漢字のテスト、明日なのにまだ全然覚えてないよ。テスト、来週になったらいいのに。1。テストの日、来週に変わるの 2>, ?2。来週にはならないでしょう。3。3> 来週になってよかったよね。 4番先週メールでお送りした出張の報告書。課長ご覧いただけましたか ?1 見てもらえたんだ。よかったね。2, 2急いでるから早めに出して。3, 3ごめん、まだ見てないんだ。 5番。あ、佐藤さん、こんにちは。こんなところでお会いするとは。1。ほんと、偶然ですね。2>, 2。わざわざ会いに来てくれたんですか ?3。あ、じゃあ、ここじゃないところにしましょう。 6番。文化祭での僕たちのイベント、森先輩のアドバイスなしには成功しなかったよね。1。1> 森先輩はアドバイスしてくれたよ。2>, 2。ほんと、森先輩に感謝しなくちゃね。3。だから成功しなかったんだね。 7番。村田さん、部長がこの前の村田さんのプレゼン見て大したもんだって言ってたよ。1>, 1。ああ、部長厳しいですね。2。2> え、部長が褒めてくれたんですか ?3。曖昧だったのはどこですか 8番、急なんだけど、あさっての出張、小野さんの代わりに行ってくれる ?1、1> 小野さん、どうかされたんですか 2>, ?2、小野さんと一緒に行けばいいんですね。3、小野さん、どなたと代わるんですか 9番。先生、希望の会社に就職できるかどうか不安でしたが、何とかなりました。1。1> それは心配ですね。2>, 2。そうですか。よかったですね。3。まだ諦めちゃダメですよ。 10番、君の企画書、興味深く読ませてもらったよ。1、何かご意見いただければ嬉しいです。<S 2, 2、すぐに書き直してお持ちします。3、ぜひご覧になってみてください。 11番。あの、すいません。サンドイッチ頼んでからだいぶ経ってるんですけど。1>, 1。すみません。ただいま聞いてまいります。2。2> すみません。すぐご注文をお伺いいたします。3。すみません。もう結構です。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。市の図書館で、館長と職員二人が図書館のサービスについて話しています。最近、図書館の利用者数が伸び悩んでいるので、市民にもっと利用してもらえるよう、 何かできることはないか考えてみたいと思います。今、ポイントカードを発行して、貸し出し数に応じてポイントをつけてますよね。ポイントがたまったら文房具をあげてるんですけど、あまり喜ばれていないように思うんです。品物を変えてみてはどうでしょうかそうですね。他に何か案はありますかあとは、もっと楽しく本を借りてもらえるように、 二三冊袋に入れて貸し出すのはどうですか本のタイトルを秘密にして。え、どういうことですか恋愛とか冒険とかテーマに沿って本を集めて数冊袋に入れておくんです。どんな本が入っているか袋を開けるまでわからないようにして。なるほど。でも、それだと読んだことがある本が入ってるってこともありますよね。その時は交換できるようにしたらいいですよ。 あの、まずは今やっている館内の見学会をホームページとかでもっと宣伝するのはどうですかうーん、これまでもホームページやチラシで十分宣伝してきてますからね。それなら、親子で参加できるイベントを増やしたらどうですか今定期的にやってる工作や折り紙の教室、いつも人気で定員いっぱいですよね。うーん、そうすると、 イベント当日は職員の数を増やす必要が出てくるし、準備の負担も増えますね。ポイントカードの制度は経費がかかるから、この際やめてもいいかなって思ってるんです。今回は手間も経費も少なくて済みそうな、さっきのユニークな案、試してみましょう。図書館の利用者を増やすために、 何をすることにしましたか 1, ?1 ポイントと交換する品物を変える 2, 2テーマごとに本を袋に入れて貸し出す3見学会の宣伝に力を入れる4親子で参加できるイベントを増やす まず話を聞いてください。それから二つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。市民運動公園で 係のの人がイベントの説明をしています本日の防災フェアは4つの会場に分かれています。第1会場の体育館では災害時、怪我をした際の応急手当を実際に体験できます。第2会場の運動場ではヘリコプターの離陸訓練をご覧いただけます。先着10名の方は実際にヘリコプターに乗ることもできます。ただし、 18歳以上の方に限ります。えー、それから、第3会場の駐車場では、消防車を展示しており、運転席に座ってみることができます。第4会場のプールでは、午後1時より服を着たまま泳ぐ訓練をご覧いただけます。各会場での体験や見学を通して、防災について学んでいただきたいと思います。へー。 いろいろあるんだね。ヘリコプターなんてなかなか乗れないから乗ってみたいな。行ってみない私は高いところ苦手だから、下で見てるね。えー、じゃあ消防車にしようか。せっかくだから乗りたいのに乗ったら先着順だから、急いで行こう。わかった。他にどこか行きたいところある服を着たまま泳ぐっていうのを興味あるけど、あと3時間もあるから、応急手当はどう役立ちそうだし。 そうだね。じゃあ、次はそれに行こう。質問一。二人はまず、どこへ行きますか。質問二。二人は。 次にどこへ行きますか